はい、えっと、巨人の坂本が1億円の申告漏れをしていて、それはもう、それを修正していない件についてなんですけど、これについて、坂本は悪くないなって思いましたね。っていうのも、坂本は高額納税者として、たくさんの税金をこれまで納めていて、その納めた税金の額に比べたら、1億円なんてビビたるものなんですよね。 それを一、たかが一億円ぐらい納税しないからといって文句を言ってる税務署はおかしいなって思いました。俺たちは坂本と比べてビビたる額しか納税していないのに、それに対して坂本に対して納税しろと。国民の義務なんだからしっかり納税しろとか言ってる奴らはどうかしてるなって思いましたね。坂本と俺たちは もう全く生きる価値が違うので坂本に立てつくべきじゃないなってそういう風に考えてます。